浜田さん、はい、先ほどもちょっと試合前、先ほど会った時の印象を語ってくれましたけれども、はい、比較的、あ、そうですか、はい、辰吉さん、はい、この葛西選手の表情を見てどんなことを感じました？そうですね、やっぱり、まず減量には失敗してないということはすごくまあ分かりまして、まあ、コンディションもいいんじゃないかなと思います。色の肌艶とかね。なるほどね、はいはい、さあ本田会長、葛西が最初のダウンを奪った。葛西相手よく見ることですね。ご紹介しました浜田さん、はい、今のご覧になって、自分のことを思い出されるんじゃないですか。そうですね、もう6、7年前になりますけど、同じ気持ちで来ていると思いますね。それと今のフィルムと、はい、今の表情違いますね。そうあ、これはドレッシングルーム現在の映像です。このミットを受けているのがですね、はい、エウラリオ・メディナって言ってですね、これプエルトリコではですね、もう最も優れたトレーナーのうちの一人ですね、はいはい、ご覧のような動きを見せています。非常に浜田さん、はい、今回調子よく日本に来てますからね。そうですね、だから表情も憎ったらしいぐらいにいいですねそうですか、はい、それではコマに至ります、簡単に足跡をバスケス振り返ってみましょう。バンタムジュニアフェザーの2階級を制した強打のチャンピオンウィルフレド・バスケス、来日の翌日、長旅の疲れも見せずに早速ジムワークに入った。すでにメキシコで3週間にわたる高地トレーニングをこなしてきただけあって、コンディションは万全、自信をアピールした。Va bien inspirado a buscar el título mundial, va bien preparado. Y yo estoy para esta pelea bien preparado también, 100%. Bueno, Casa es un boxeador guapo, guapo y boxea y pelea bien. ¿Sobre su velocidad? Bueno, rápido. Fíjate, un boxeador rápido. Todos los equipos de la ciudad de la Básquet. 前回は東京で日本の横田博明の挑戦を受けた。第5ラウンド入ってくるところカウンター横田起きれるか、横田立ち上がれるか、これで KO 笑い、これで KO 笑い、残り10秒を切りました。横田が行きます、横田が行く、32歳の挑戦、ボディが入った、ここでゴング、試合終了。当社赤コーナーバスケット、KO 勝ちは逃したものの、WBA ジュニアフェザー級タイ記録となる5度目の防衛に成功した。バンタム級時代を含め3度目の来日となる今回の葛西戦、実力のある挑戦者を迎えてチャンピオンの練習にも力が入る。Mi vida y el futuro de mis hijos. Esto yo lo tengo que pelear con mucho fuego y mucha alma y corazón。違いって言ってますね。そうですね、私は横田戦のマッチメーカーとしてずっと前回もついてましたし、今回もずっと見てましたけど、確かに今回はよく仕上げて日本へ来てますね。あは、今調印式、調印を行ってサインをしているところです。この時の表情も小泉さん、ちょっと葛西選手ピッな発言もしていました。葛西選手、浜田さんはこの記者会見ご覧になってどのように感じました？そうですね、今回に限って葛西の笑いが、そして世界ですから無理もないかもしれません。そしてこれが計量の模様です。両者ともリミットジャスト、ジュニアフェザー級122パウンド 55.3 キロです。両者ともしっかりと、苦労はしない選手ですよね。そうですね、そんなに減量きつい方じゃないんで、普段の調子のまんまリング上げ、もう歴戦の優です。この試合が48戦目になります。38勝を挙げて 30KO、 そして何よりもすごいのが小泉さん、はい、世界戦が10度通算であるということですよね。そうなんですね、まあIBC のタイトルマッチ入れると11度なんですけどね、はい、8勝2敗1引き分け、そして 5KO してるんですね、はい、ですからこのウィルフレド・バスケス、まあ、来日する前は葛西優位じゃないか、だいぶ分があるんじゃないかと言われていたんですが、はい、来た途端に
我々報道関係を含めてちょっとそのトーンダウンがありましたよね。そうですね、葛西有利という声にね、まあ、それだけこのバスケスがですね、調子が良かったんですね、来日してからですね。浜田さんもですね、はい、ご覧になってすぐにあこれは調子がいいですよとご覧になりましたね、はい、そうですね、前回の横田戦のところも調子がちょっと頭にこびりついてましたからね、その調子で来るのかと思ったら普段通りのバスケスの調子で来ましたね。というのはさあ挑戦者の葛西からの入場です。ランキングは2位。このコスチューム親友でありますサッカー J リーグ横浜マリノスの山田選手らが入場曲と、そしてこのガウン、まあ、ハーフジャンパースタイルなんですがこのガウンをプレゼントしてくれました。 WBA 世界ジュニアフェザー級ランキング2位葛西優一、今ゆっくりとまずは廊下通路を歩きましてこのリングへと向かってきます。昭和48年大場選手が若くして交通事故で亡くなった長野マネージャーはこのライセンス証をいつか大場の後継者が現れたら渡そうと大切に保管していきました。そして今回大場正夫の最大と言われる葛西に手渡しました。21年の時を超えて長野マネージャー、そして政権全体の熱い思いがこの葛西雄一の拳に凝縮されています。この花道のすぐ脇にはご両親が見守っています。ちょっとお客様でその表情は見れないかもしれません。その両親の脇を通り抜けて今青コーナーに到達。19戦18勝1つの引き分け、負けがありません。プロ20戦目にして世界初挑戦、初回から狙う軌道意気込みを見せました葛西雄一、不安は何とも語りました。さあ今リングに入ります。大場浜田に続く経験3人目の日本人チャンピオン誕生になりました。挑戦者葛西雄一。WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチです。東京体育館、本当に多くのお客様が集まりました。ウィルフレド・バスケス対葛西雄一の一戦、新だったら引き分け、そして、4ラウンド以降はですね、採点を取るんですね、一応判定を取る。今回が115回目の世界戦のリングアナウンスとなります。ジミー・レノン・ジュニアの紹介がありました、会場の皆さんが起立します。まずはプエルトリコの国歌が流れます。東京体育館、
クナー宣言です。葛西雄一の12回戦が3人のジャッジです。ルー・タバトさん、そしてボブ・ワトソンさん、さらにオスワルド・サンチェスさん。この試合を裁きますレフリーはベネズエラのエンソ・モンテロレフィ送られました。東京体育館、しっかりと両者が拳を合わせたところです。さあウィルフレッド・バスケス、そして挑戦者葛西雄一、どういった試合を見せてくれますか。帝拳からオーバー浜田に続く3人目の日本人チャンピオンになりますか、あるいはこのバスケスが防衛回数を伸ばすのか。さあ第1ラウンドスタートしました。葛西がまず行きました。おーと身を返します。これがバスケスの武器なんですね、はい、相手の左のジャブに合わせて右クロスを合わせてるんですね、だから葛西は不用意に中途半端な左は打たないことですね、はい、だから今回も一生懸命左のイギリスジャブ思いっきり打つ練習やってましたからね。左を思いっきり、はいはい、軽くじゃなくて思いっきり打つ練習やってました、はい、中途半端だと右がかぶさってくるわけですね、はい、さあ第1ラウンド、もう葛西は1回から狙えれば来たよ。いきなりバスケス右、ちょっと硬いところなんですね、硬かったところ、今のやっぱり左のリードジャブ、いつもの癖で軽く出すところ思いっきりかぶせましたね。葛西ダウン、いきなりダウンです。さあ第1ラウンド大丈夫か。さあバスケス見ました。葛西かかる、葛西もっと動いていいですよ、さあ葛西動けるか。中途半端な打ち合わせ今はやらなくて
離れた、離れた、さあロープです。あのバスケットは決してスピードのある選手じゃないですからね、もっと動かますよ、もっと動かます。ささささ右へ行った、右へ狙い撃ちました。バスケス ササ2度目のダウン。 WBA ルール3ノックダウンルールです。1ラウンドに3ノックダウン以上はできません。さあ決めに変わった、バスケスしのげるか、ササイしのげるか、ザビを巻くなという注意を受けました。いや後頭部を打つなというところですね。あーなるほど、左で左、追いかけます、まだ時間はある、しのげるか、挑戦した中間距離じゃなくて、もっとあと左、危ない危ない、左だ、危ない、捉える、危ない、バスケットが行きます、バスケット、もう左だ、危ないでいいですよ、もっとクリンチできる、クリンチクリンチクリンチ、さあもうダウンはできない、足に来てる、足に来てる、2人へ行った、6度目の防衛戦、見事勝利で飾りました。分かってはいたんですけど、一発目のあの右クロスカウンター、ちょっと硬いところに、1ラウンド出だし、硬いところに決めましたね。試合が終わりました。WBA 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ。1ラウンドに3度のダウン、葛西雄一。世界には届きませんでした。そうですね。一発パンチ力のある選手は怖いですね。世界戦の1ラウンドってすごい緊張するんですよね、はい、ほんでその中でダウンしてるでしょ、焦ってる中でゴタゴタしてる、もうバタバタしてる間にもう終わったという感じですよね。葛西選手としては、はい、ダウンはしてますけども納得はしてないと思いますよ。本当に気持ち的にはわからないうちに終わってしまったというところではないでしょうか。葛西雄一、両手を広げました。ウィルフレドバスケ、歴戦の強者、これが通算で11回目の世界戦、見事勝利で飾りました。防衛回数を6度と伸ばしています。世界初挑戦のチャレンジャーを見事3度沈めて退けています。正式なタイムが入ってまいりました。1ラウンド2分5秒です。TKO 勝利をされました。 WBA 世界ジュニアフェザー級チャンピオン、ウィルフレド。